We'll be right back.
お父さんのことを思い出してるの？ああ、赤ん坊の頃のことなんてほとんど覚えてないけど、お袋と3人で大陸へ渡った船の汽笛の音だけはなんとなく耳の奥に残ってる。お父様は呪術で日本を破壊しようとした仙人と戦って死んだのよね。ああ、俺が10歳の時にね。お母さんは？親父が死んで、俺ん家に化け物どもがやってきた。あの仙人の下っ端たちが。お袋もその時にね。不思議なもんだよな。親父は命を懸けて日本を守るために戦い、俺は命を懸けてその日本と戦ってる。私少しだけわかるわ。あ？あなたのお父さんは日本のためではなく、あなたとお母さんのために戦ってたんじゃないかしら。俺とお袋のため？私の家がミュンヘンの貧乏貴族だってことは話したでしょ。私、仮面を怪我してはいけないと周りの男にも負けないように必死で頑張ってた。軍隊で手柄を立てれば痩せた土地から出す税金も少なくて済む。それは国のためなんかじゃなく、館に残してきた寝たきりのおばあちゃんを守るためだったの。でももう故郷には戻れない。サピエンテスグラディオによって何もかも奪われてしまったから。だからきっとあなたのお父さんは愛する家族を守って生きてきたんだと思うわ。ごめん。やだ、違うの。私は元気。こうなってしまった運命を呪っても未来を辛く過ごすだけ。今を精一杯に生きれば少しは明るい希望も持てるでしょ。強いな、カレンは。そうよ、甘く見ないでちょうだい。ちょっと、アダルチーなムードじゃない。声がでかい、見つかるだっち。何やってんのかしら、じれったいわね。ガバッと抱き寄せてチューよ、チュー。もう一気に押し倒しなさい。こ、ガバッと。お、おっさんみたいだな。うん。お母さんのことは覚えてる？もちろん。仕事で日本に来た時に親父と出会って、お袋の方が一目惚れしたんだってよ。綺麗だった？顔は薄ぼんやりとしか思い出せない。どんな人？なんだよ急に。いいから知りたいの。大陸に渡ってからもあちこち転々として、じきにイーリンの村に落ち着いてからは、親父の仕事の都合で毎年1年の半分を2人だけで過ごすことになったんだ。お袋は強がってたけど、いつも寂しそうだった。もういいだろ、恥ずかしくなってきたぜ。ダメ、ほら続けなさい。なんだよ。若いうちは苦労人で、
親父と一緒になって俺が生まれ、日本で過ごした何年かが人生で一番幸せだったって時々愚痴ってた。でもその後にさ、必ず言うんだ、母さんはあなたといれば幸せよって。でもそれを聞くたびに、家を留守にしてる親父に腹を立てたっけ。そう、ウルムナフって名前もお袋がつけたんだ。どうしてその名を。それがさ、初恋の男の名前らしいんだよ。よく聞こえないだっち。母子家庭の十字架を語っているらしいわ。聞こえるだろうか。声がでかいわよ。はい。ね、最後にもう一つだけ聞いてもいい？はいはい、もう何でもどうぞ。アリスのことは愛していたの？あ、いて、いてて、急にお腹痛くなってきちゃった。あ、うんち漏れそう。ちょっと、真面目に聞いてるのよ。あ、痛い、あ、痛い。こら！やめて、本当に漏れちゃって。Thank you.
どうだ。だってさ、黒金たちでは赤子もどうぞ。いかがいたしましょう。このままでは市民の犠牲も増えるばかり。我ら三人なれば奴を始末できます。うん、わしだ。あれは。こいつら、横浜の兵隊たち。ブルあいつからニコルの意識を感じるんだ。見まし出しは見ざるの王か。同じ見わざるのヒエ。聞かざるのライデン。あの怪獣、あんたたちの仕業ね。違う。加藤。待て。今は争う気はありません。あれを倒す方が先だというんだな。ザコは我らが引き受けます。あなたたちは正気。共同戦線ってわけね。はい。いいぜ、話はその後たっぷりだ。うん。見ましらしい、突破口を開け。はあ。
うかしら。うむ。はあ、強いだろうな。よし、行くぞ。彼らの戦いをよく見ておこう。いずれ雌雄を決する相手になる。はだって。